苦しい真似をするなら今度はグループを上げて相手をしてやる。うん、伏せろ俗物二度と顔を見せるな。かっこよ。はい、皆さんこんにちは。休みの日はプロ野球を見ながらお酒を飲むのが好きな達也です。おっさんみたいな趣味ですけど、まあね、忙しいとね、なかなかね、そうやってのんびりする時間もないんですけどね。まあ僕はあの西武ライオンズが好きなんですけど、まあ今シーズンは弱い本当に弱い、どうしてくれよ。ということで今日はね、ハイヤセの方に話しかけに行こうかな。あのな、相談なんだが、買い物に付き合ってもらえないか。弟に CD が欲しいとせがまれたんだが、詳しくなくてな、手伝ってほしい。CD? 何の CD なんだろう。そうか、よかった。店はポロニアンモールだよな。悪いが先に行っててくれないか。腕立てノルマだけ片付けたい、すぐ追いかける。うん、腕立てノルマ終わってから呼んでほしいあ、そっか、ここにそういえば CD 売ってるのか。しばらく早瀬を待ったがまだ来ない、どうしようか。うん、まあ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 、家宝は寝て待て。来ねえな、早瀬はまだ来ない、どうしようか。うん、まあ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 、家宝は寝て待て同じこと繰り返してる。早瀬はまだ来ないどうしようか。うん、いや、もう少し待とうよ。石の上にも3年。お、来た。もしもし。うん、すごい。え、今日は行けそうにない。なんで、まだ腕立て伏せやってんの。うん、何があった。すまん、実は。え、お袋が倒れたんだ。ああ、そういえばそんな話だった。今病院にいる。それは一大事だ。てか、そんな時に電話してこなくていいって。大丈夫だって。過労だそうだ。ああ、そうだよな、兄弟も多いって言ってたしな。くそ、俺のせいだ。いや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 、早瀬のせいではマジでない。しかもお袋、帰るって言うんだ。治療費がないからって。無謀すぎるでしょ。くそ、俺は何もできねえ。俺が面倒ばかりかけちまって。いや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 、お前にも迷惑かけちまって。迷惑だなんて1ミリも持ってないから。他の奴らじゃなくお前でよかった。話せて少し落ち着いたよ。心配だよね。てか、早瀬ほどしっかりしている高校生の方が少ないでしょ、どう考えても。うん、自分のせいなんて思わなくていいよな。それを打ち明けられ絆が深まった気がする。一大事です。星6と。病室戻らないと。じゃあまた今度な。うん、もう遅い時間になったので寮に帰ることにした。夜、帰ったか。あ、ただいま帰りました。来週から試験だな。勉強に集中しにくいのはわかる。だが今を投げ出すなよ。それは命を諦めてしまう。戦わずに敗北を待つ愚かな行為だ。俺は今まで通り探索に参加するし、勉強も手を抜かないつもりだ。決着もつかないままリングから降りる気はないんでな。かっこいい。まあ、前回も言ったけど、俺だったら絶対死ぬほど借金して遊びほうける。こんな時にだけどさ、試験勉強やってる？全くやってない。うん、だよね。私もあんまり。微妙に手遅れ感あるけど、とりあえず頑張ろうね。手遅れ感ね。一番手遅れのやつが漫画本読んでんだよな。うわ、マジやべえ。試験勉強とか全然してね。もう棒読みすぎる焦ってないでしょ。やばいなんて1ミリも思ってないでしょ。お前はどうよ、勉強してる？うん、全然してない。よっしゃ、道連れゲット。うん、なんか北郎の成績知らないの、順平は。同じ勉強してないでもさ、もう積み上げてきたものが全然違うんだから。やっぱ俺たち仲間だよな。どうせだったら一緒に頑張る方の仲間になってほしいな。話をする。勉強中にふと理事長の話を思い出して、
涼二君の話と照らし合わせてみたの。もう理事長なんて言わなくていいよ、あのクソ野郎のでいいよ。そしたら全部辻褄が合ってた。理事長は宣告者の再来を願っていて、私たちを十里のシャドウと戦わせて、あなたの中の涼二君と十里のシャドウを融合させた。だから涼二君は完全な体を得て宣告者として私たちの前に現れたんだ。あの野郎、そんなことまで考えてたのか。普段通り過ごすってのもなかなか難しいですよね。何をやってても気づくといろいろ考えちゃって。そうだね。もうなんかお笑い番組とかで心からね、なんか涙出るまで笑えなさそうだよね。うん。眼福眼福目の保養だな。うん、その前に白たい焼きを、ここに冷えたやつが、あ、やったー。うん、これを持っていかないとね。ちなみに次はいつなんだろう。あれ、あ、これは翌日以降じゃないと分かんない。ちょっと先にじゃあエリザベスのとこ行こうかな。お願いです。ほら持ってきたよ、冷たいたい焼きが食べてみたいと。素晴らしい。依頼を達成しておいでになるご様子確認させていただきます。これがひんやり白たい焼きですか。なるほど、確かに冷気を感じます。感謝いたします。もっちりとした生地につぶらな瞳、大切に食べさせていただきますね。てか寮からポロニアンモールまで電車でね、何分かかるか分かんないけど、まだ冷気を帯びるほど冷たいってすげえな。クーラーボックス入れてきたのかな。それではこちらが報酬になります。お受け取りください。報酬がしょぼいあ、なにこれ、お袋の味を食べてみたい。へえ。あなたの世界にはお袋の味という特殊な風味があるそうですね。一体どのような味わいなのか、私とても興味がございますので、どうかお袋の味を感じさせられるものを私に届けてくださいませんか。料理、飲み物、何でも構いません。楽しみにしております。では何とぞ。あれ、これなんか荒垣先輩のやつとかなのかな。あれ料理で、あれ料理で仲間と作ったやつ一つも持ってないっけ。それでご機嫌よ。あ、なるほど、ここで渡すとかがあるんだ。よし、お待ちしておりました。何やらお袋の味を感じられる食べ物をお持ちのご様子。どんなご様子だよ。カツ丼、あー美味しそう。今僕晩ご飯前なんですよ、腹減った。素晴らしい。これは料理の魅力が溢れ出る豪快な盛り付け、永遠に食せると錯覚させられるほど飽きどこない天才的な味加減。お見事でございます。そりゃそうだよ、これがまずいわけない。まさか料理でここまで感動できるとは。この味を皆様がお求めになる理由、私理解できた気がいたします。感謝いたします。よし、何くれんの。包丁伝説魔剣伝説みたいなノリでなんか出てきたけど、包丁伝説、包丁伝説。ちょそれで、ちょ包丁伝説はこれ誰が持てんの。あ、弱あ、でもクリティカル率大アップなんだ。あ、場面によっては刺さるかもしんないな。ご機嫌。依頼について、不思議な芋を見てみたい。育てた芋を持ってくる。そういえば丹精込めて育てた芋に不思議な力が宿るとの噂。どこの噂なんだそれ。芋の苗でしたら植物を扱うお店でお求めになれるとのことです。その真偽を確かめていただけないでしょうか。では何とぞ。ほう、あ、カジャイモカジャイモか選択肢が増えてる。うん、タルカジャ、オールカジャイモなんて絶対レアでしょう。マハタルも、まあラクカジャくらいにしよっか。まあなんと面用な芋ですが、確かに不思議な力を感じます。これを食したら芋も心も満たされそうでございますね。芋だけ理由とりますけどもあれ、いくつきの魂がここにも。おや、なぜあなたも面用なお顔に。お見事。エルゴタイトのかけら、なんかやっぱ依頼楽しいな。お願いです。エリザベスとどんどん話せるから。都のお寿司、お寿司なんて持ってたっけ俺。あなたとの食べ歩き以降、私の食への興味が尽きず、さらなる美食を求めていたところ、お寿司に関する情報を耳にしました。祝祭の時に食される神様も大好物な代物だとか。お寿司、さぞ魅力的な、魅惑的なものでしょう。では何とぞ。え、お寿司とか持ってきてたっけ。ドリンクを渡す。あ、お待ちしております。あと5種類全然足りない。あ、てかさ、なんかさ、月光館学園のなんか CD 持ってこいとか言ってるんだけどさ、ここじゃないの。
これ昼間だったら買いに来れるとかあんのかな。全然行ってねえからな。クレーンゲームフロスト人形、ずっとフロスト人形だな。そろそろ新しい商品に入れ替えてほしいんだけど。ということで、ちょっと二人仲良しな感じ邪魔して悪いけどさ、てか誰か視聴者さんがコメントしてたけど、アキヒコ左利きなんだからなんか反逆が良くない。まあね、距離はあるからいいけど、なんか気になんないかなこれ。ヘイ、塩見か、お前も気分転換に来たのか。こっちはミツルと勉強中なんだが、どうも空気がな。そうだ、お前も参加していけ。3人でやるのも悪くないだろ。うん、どうしよう。よし、決まりだな。じゃあ準備してくれ。これがてかテスト期間自体これが最後だっけ、うん、BGM。 ミツル、そこはテスト範囲を外れてる。あ、すまない、集中できていないな。まあ普通こうだよね、この状況ならそれが普通だ。うん、俺の方もどうにもな。ねえ、悪かったな、誘っておいてこのざまだ。気にするなよ。うん、今は仕方ない、割り切るべきだ。まあ、ちょっとベルベットルームの歌でも。まったく恐れ入る。とんでもない鋼のメンタリスト。虚勢だとしても大したものだ。それにお前の場合は。まあ彼に限って虚勢ということもないだろう。うん、私たちも負けていられないな。そうだね、泣いても笑っても高校最後の定期試験、これまで以上にやりきろうじゃないか。すげえな、絶対どっか遊び行った方がいいと思う。そうだな、俺も全力で挑ませてもらおう。3年間の集大成を見せてやる。まあね、ニュークスだかね、マックスだかなんかわかんないようなやつにな、負ける気しないからな。ほう、素晴らしい意気込みだ。これはトップの座明け渡すことになるかもな。だがあくまで結果は結果、大事なことは過去の自分を超えていくこと。うん、お互い優秀の美を飾ろうじゃないか。そうだね。うん、いつもの先輩だ、熱いな。火をつけたのは君だぞ、責任を持って付き合ってもらうからな。時間を無駄にしてしまったな。さあ取り戻すぞ。いつものみっちゃんに戻ったね。いつもより集中できた気がする。順平は最後の最後くらいあいつ頑張ろうとしないのかな。今のところゲームするか漫画見るかね、あのラーメンすすってるとこしか見たことないけど。もっと、こんなに時間が経っていたのか。いつの間にかゾーンに入ってたな。かっこいい。ああ、こんなに集中できたのは久々だ。すべての復習が終わったよ。俺もなんか収録にゾーンに入りすぎて、なんか気づいたら2時間経ってるとか、なんかやってみたい。なんかプロフェッショナルっぽくてかっこよくない？うん、ついていくのがやっとだ。そうか、少しは先輩の威厳を保てたか。うん、さあ、あともう少し頑張ろう。よし、今日はこの辺りにするか。お互いベストを尽くそう。いや、なんか BGM は悲しげだけど、話は最終的に前向きでいいんだよな。次は2年生たちともやるのかな、土曜日と。ガンガン飛ばしていくよ。出た出た、月曜から試験だから復習しとくか。戦国時代までは適当に流すからね。645年、虫米祝う大化の改新。710年、なんと綺麗な平城京。794年、泣くようぐいす平安京。もう飛ばすね。うん、先生が教える意味よ。こんなのもうなんか歴史年表を見るだけで終わりじゃん。なんだか眠くなってきた。閉じない閉じない、どうせ一緒だから。1156年、いい頃合いの保元でいいのかな、保元の乱。1185年、いい箱作った鎌倉幕府。お、武士が近づいてきたな。授業を真面目に聞いたと。
もうなんかさ、ステータスマックスの時はもう上がる感じのあのエフェクトイベントもうなしでいいよね毎回マックスなのに出てくるからさ。じゃあ今日はまたみっちゃんのところ行こっかな。多分今日は関係深まらないと思うんだけど、あ、ちょっと待ってね。その前にもしかしてこれ昼間だったら入れるとこある？時間の無駄え、君が持ってたりする？もしかしてなんとか友達と仲直りできたみたい。これでこっちにも集中できるね。何の話かわからん。全然声かけてないから。え、ちょ、君たちかな。うちの子さ、もうすぐ受験だってのに全然緊張感がなくて困るわよね。岩戸台駅前商店街のワック、あそこ入り浸って新作に手を出してばっかり。中の材料が不明なセットでしょ。食べられないものは入ってないだろうけど、若さゆえの勢いよね。私には無理。あれを食べる勇気はないわね。全然関係ない話だ。ちょっとさ、もうこれなんか誰か教えてあのこれ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 、月光館学園にちなんだ CD を持ってくるって、これどこにあんのこれ。ヒント書いてあるわ精悍なお顔立ちになられましたね。 ありがとうございます。初めてお会いした日よりもずっと。ありがとうございます。音楽室行ってきます。ここか。ここは音楽準備室だ。うん、あれここかな、もしかして。ちょっと入ってみるか。ここは女子トイレだ。うん、そうだね、女子トイレだったわ。あ、違った、こっち音楽準備室だ。こっちだ、音楽室。うん、すりガラスから見える音楽家たちの肖像画と目が合った気がした。うん、あれあれ、うん、あれ家庭科室。うん、うん、美術室。うん、うん、分からん。もう知らん。いつかクリアできるだろう。あれ、ケンジじゃん、何やってんの。試験勉強中だからか。さすがに俺もまっすぐ帰るわ。赤点取ったら恥ずかしいしな。普段から勉強してきって話だけど、いろいろ忙しいじゃん。図書室でやるのもあれだけど、俺あの雰囲気苦手なんだよな。わかる。なんかカフェとかでやるとね、意外と集中できてできたりするんですよね。あ、深まるんだ。すごそうすごそう。よかった。見るなら君とと思う。いや、余計なことだった。行こうか。前から気になっていた作品だったが、なかなか面白かったな。典型的なロードムービーだが、感情の描き方が巧みだった。全てを投げ打って旅に出る姿、今の私にはどうにも心に響いたよ。ラストシーンで日常に帰ると決めた主人公は、あの後幸せになれたんだろうか。物語ってそこで終わっちゃうから、その先が気になるよね。なあ、はい。自分のことなど誰も知らない、うん、どこか遠く離れた場所、そんな場所に行けたらと思ったことはないか。めちゃくちゃある。特に僕はもう九州のど田舎出身なんで、もうやっぱり人が少ないんですよ。噂とか広まるの早いし、もうなんかこう閉鎖的なこう空間みたいなものもなんかちょっと嫌だったんで、東京行きてみたいに思ってましたね。うん、ある。そうか、君でもそう思うことがあるんだな。別に投げ出すような生き方に憧れているわけじゃない。ただ人は時に自分の大切にしているものに縛られる。グループの未来、宗家の娘としての責任、この霧城という名の束縛さえなければと考えることだって。いや、分かってる。こんな考えが許されないことは全く情けない。いつまでも繰り言を重ねて。いや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 、だってまだ18でしょ。もっとわがまま言いたいよね、普通ね。もう無理、しんどい、無理、もう無理、しんどすぎみたいなさ、どっかの誰かが言ってたけど。君が相手だとついこぼしてしまう。いい加減うんざりだろ。そんなことないよ。うん、いくらでもどうぞ。
優しいな。どこまでも甘えてしまいそうだ。困るのは君だぞ。こういうなんかねスタンスのみっちゃんが甘えてきたらもう男はそのギャップにメロメロでしょ。ミスルからの信頼を感じる。さあもうランクこれで8かな。ランクアップ、女帝。甘えついでに、うん、一つ仮の話をしたいんだが。仮の話？もし仮に、お、私に今、お、好きな相手がいるとしてだ。しかも目の前に。結ばれないと知りながら、うん、それでも思うのを止められないとしたら。止められないとしたら？それは悪いことだろうか。悪いことではないよね。うん。ただまあ。目の前の人が悪い男の可能性はあるよね。うん。あ、仮の話だぞ。仮の話ね。許されないことだ。いや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 、もうカモンだよ。ミツルの自由だ。そうか。うん。ああ、ようやくいた。ああ。おーい、ミツル。もうなんかもうこの感じの声も嫌だな。うわ、いや探したよ。君ともあろう人がこんなところをうろついているとはね。これが二回りも年上の言い名付けってやつか。二回りだから24、42か。40、あ違う、え40歳違うな、42だな。そう42で髪がちょっとなんか紫っぽい YouTuber みたいな髪色してる。じゃあ行こうか。どこに。え、待ってください。今日はあなたと約束など何も。うん、いいから。今夜珍しく時間が空いたんだ。こっちの都合はお構いなしかよ。僕は忙しい身で、君は学生、予定は君が合わせてくれないと。いやこっちだって忙しいんだって。どう見たってデート中だろ。邪魔すんな。そんな勝手を言われても困ります。うん。わざわざ探しに来てやったんだぞ。もうこういうやつ嫌いだわ。ペルソナ5にもいたけどよ。なんで言い名付けってこういうキャラな。毎回なんかちゃんとしたなんかな、気持ちいい言い名付けとかいないの。それに僕と過ごすより大事な用なんてないはずだよな。山のようにあるわ。コンビニ行く方が大事だわ。そんな怖い顔するなよ。君は僕の言い名付けだぞ。やっちゃっていいこいつ。まったく理解していると思ってたんだがな。君には僕の将来の妻として従順でいてもらわないと、うん、そもそも妻イコール従順っていう考え自体がもうおかしいからね。ザ昭和の人間です。あーなんか誰かドンキ持ってきて。後頭部から行くから。仙台にしても君にしても扱うのが難しいったらない。あ、父親の悪口言いそう。ぶ殴ろ。ま、仙台はもういないから正直ホッとしてるところなんだ。よくそんなこと実の娘に言えるよな。君だって内心そうなんだろ。ふざけるな。行け行け。ふざけているのですか。よしいいぞ。うん、聞き捨てならないな。おお、評価が上がっていく。ありがとう。うん。なんだお前は。あ、やっとこっち向いた。目がなんか三日月みたいになってる。部外者の口出しする問題じゃない。どいてろ。こっちは恋人だぞ。なあミツル。かっこ仮。わかるだろ。企業経営は子供の使いじゃない。いくら聡明だろうが、君はまだ高校生だ。どうしたって僕の力が必要になる。それに今のキリジョーグループには僕が必要なんだ。違うか。違う。食い気味。はい。みっちゃん。いい子だミツル。やっぱり君は頭がいい。じゃあ行こうか。本当に行くの。素敵な場所を予約してあるんだ。持ち悪い。場所は素敵でもお前が素敵じゃないからな。はい。なんかあら、硬いステッキ持ってきて。ステッキでぶん殴ろうぜこいつ。
嫌な思いをさせてしまったな。今日はありがとう。楽しかった。行っちゃうの？すまない、本当に。じゃあ失礼するよ。お、後悔はないのか？だが、私は。おいでみつる、何してる？ところでそこの学生。なんだよ。お前、もしかしてミツルにちょっかいを出してるのか？はあ、ちょっかいなんて出してません。普通に彼女かっこ予定です。身分の違いをわきまえろよ。君みたいな庶民が我々に近づこうとすること自体間違ってる。殴ろうぜ。言ってる意味わかるか？僕たちにとって君は迷惑なんだよ。うるせえ迷惑 YouTuber みたいな髪の色しやがって。ったく、信じられないね。君と我々では背負ってるものが違うんだ。ミツルもあんなのと関わってると。やっちまえやっちまえ。黙れ。おお、かっこよ。ゾクッとした。ミツル。黙れと言っている。かっこいい。彼への侮辱は許さない。ああ、たとえ順平を侮辱しようが、鬼太郎だけは絶対侮辱するな。流れ弾。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。ミツル。声が上が裏返ってる。何言ってる？君は僕よりこんなやつをかばうのか？お前と比べるんだったらもうダンゴムシの方でもかばうわ。俺はダンゴムシの方が愛おしいわ。背負ってるものが違うと言ったな。ああそうさ。あ、お前と彼とでは比較にもならない。かっこいい。彼は自分の足で立ち、自分の力で運命と戦っている。私はこれまで彼のそんな生き方に幾度となく救われ支えられてきたんだ。私は彼と一緒にいたいんだ。はあ、すげえ。鬼太郎に彼女さえなければもっといい話なのに。台出し。今も。これからも。そしてこれからもだ。こいつと一緒にいたい。これからもとか何を言い出してるわけ？君は僕の婚約者だろ？違います。僕がこんなガキに踊るっていうのか？ミツル、訂正しろ。今なら聞かなかったことにしてやる。グループの将来を考えてみろ。何度でも言えるさ。私は彼と一緒にいたい。今私を支えてくれているのはお前なんかじゃない。グループは必ず立ち直るさ。お前のような人間に救いを請う必要はない。そうだそうだ。今日限りでお前と私は赤の他人だ。かっこいい。見苦しい真似をするなら今度はグループを挙げて相手をしてやる。うせろ俗物。二度と顔を見せるな。かっこよ。こいつ本当に大企業のトップだろ。小物すぎるだろ。G なんかバラさしてた。ああ、行っちゃった。追いかけろ追いかけろ鬼太郎。寮へ帰ることにした。寮へ帰ることにしたじゃないのよ。何を落ち着き払ってるんだ。あ、ただいま。塩見くん、もうすぐ試験だね。私部屋で勉強してても一人だといろいろ考えちゃって。塩見くんも一緒にどう？おー、今日は2年生と勉強できるね。あ、ちょ、みっちゃんが何事もなかったかのように小説読んでる。みっちゃん、ちょっとさっきの話の続きなんだけどさ、普段通り過ごそうとは言ったもののなかなかそうもいかないか。知らないと知っているとの間にはあるってとか。いや、何を真面目な話してんだよ。みっちゃん、ちょっとさ、これからも一緒にいたいっていう話についてもうちょっと深掘りさせてくれよ。テレビ、まあ、どうでもいい内容だったわ。よし、じゃあ
あれ2階に秋彦とかいんのかな。あ、いないわ。じゃあ今日は最後にみんなで勉強しよっかな。ちあみくん、ちょっといい？風花がみんなでテスト勉強しないかって。お前も言ってくれよ。こんな時まで勉強しなくたってさ。そんな時ってあんたはいつもしてないでしょうか。本当だよ。逆にお前が勉強したいなと思う条件を教えろ。みんなと一緒に試験勉強してた方が余計なことを考えなくて済むかなと思って。だから迷惑じゃなければ塩見くんもどうかな。もちろん。ありがとう。よかった、またみんなで勉強できるんだね。こんな状況だけど嬉しいな。よし、塩見くん、じゃあここ座って。ほら、順平もさっさと準備する。あ、部屋に消しゴム忘れちゃった。順平、消しゴム借りるよ。いいな、その何気ない会話。そしてここにアイギスがいないのが寂しいな。使うのはいいんだけど、隅っこはやめて。新品だからまだ残しときたいっつうか。そういうのあったな、消しゴムって。は？ただの消しゴムでしょ？そして角の方がなんか消してて気持ちいいんだよな。消しゴムの角は持ち主にだけ使用が許された至福の快感ゾーンなんだよ。聞いたことない。小学生の時に教わっただろう。たかが消しゴム、されど消しゴムだって。どんな小学校だよ。うわ、めんどくさ。なあなあ、風花もそう思わねえ？笑ってっけど、超真面目な問題よ、これ。ごめん。なんか平和だなって思っちゃって。そうだね。こうして普通に勉強できることが幸せって思うなんて。なんか変な感じだね。ほんとそうなんだよね。また次もこうやってみんなでテスト勉強できるのかなとかって考えちゃうよね。なんてね。ごめん、気にしないで。来年のこと考えたらつい口に出ちゃった。うん、来年も勉強できるよ。来年も勉強できるよ。うん、そう思ってないといつも通りになんて過ごせないよね。ありがとう。そう言ってもらえると少し気持ちが楽になる。よし、それじゃあ勉強再開しますか。そうだ、風花、シャーペンの芯一本くんない？あ、うん、そこの使っていいよ。優しい。サンキュー。なあ、うん、その蛍光ペンちょっと借りるぜ。うん、何お前、なんかシャーペンを消しゴムしか持ってないの？借りすぎ。みんなで一緒に集中して勉強した。こういう日常がたまらなく愛おしいよね。なあ、ゆかりっち、定規借りていい？借りすぎ。いいけど、さっきから借りてばっかじゃない？うん。自分のどうしたの？いやさ、ゆかりっちが消しゴム忘れたの見て、なんかジーンと来ちゃったっていうか。うん？人と文房具の借り合いっことか、こういう当たり前の幸せっていいなって思ってさ。純平にしてはいいこと言うな。純平くんね。そんなこと言ってるけど、どうせほとんど忘れてきただけでしょ。あ、そっちか、騙されたわ。あはっはっは、バレたか。今日は一緒に勉強してくれてありがとう。こちらこそ。またみんなで勉強できるといいね。ねえ。あー、なんかジーンときちゃったな。気持ちが。12月13日日曜日と、もうすぐ試験だ。あー、そうだね。じゃあ今日はここまでにしておこっかな。いやー、テスト勉強ジーンときたな。本当にこういう日常がね、たまらなく愛おしいし、大事だよね、大切だよね。今日ね、紙木までやりたかったけど、思った以上にちょっと時間かかっちゃったな。うん、次回は紙木からスタートになると思います。ということで、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。今日で6月が終わりですね。ね、2024年もう前半終わったってどうする？みんな前半どうだった？ぜひコメントで教えてください。それでは。
バイバーイ。